金融市場ワーキンググループの報告書、これはまあ政府が公に、もうこれからは公的年金では老後暮らせないと安心して、今後はさらに、そして、安心して暮らせる水準には届きません、だから自分で頑張ってくださいということを公的に認められた、それでよろしいですね。田中内閣、このご指摘の報告書でありますが、記者会見におきまして、担当大臣から、まあ、世間に、著しい誤解や不安を与え、これまでの政策スタンスとも異なるということから、担当大臣として、まあ、正式な、報告書としては受け取らないことを決定した旨をですね、明らかにさせていただいているところであります。石橋光弘君。これまた驚きですね。一体どれだけの税金これ投入したんですか、このワーキンググループ。ものすごいメンバーですよ、これすごいメンバーでこれ検討してるんですよ。その責任はどこにあるんですか。昨日安倍総理はこの報告書不正確だと。副大臣、何が不正確なんですか。田中副大臣。先ほどもお答えいたしましたが、この高齢者の生活が多様である、まあ、その中でですね、誤解ですとか不安を与えてしまったということは、やはり、反省すべき点であるということであります。それと、この公的年金でありますが、やはり老後の生活をですね、ある程度賄うことができると言ってきたということであります。これに対しても異なることであるんです。政策スタンスとは異なるということであります。石橋光弘君。副大臣、正確に答えてください、質問に対してね。安倍総理は昨日不正確だったと答弁されてるんですよ。どこがどう不正確だったんですか。田中副大臣。これは家計調査の結果という部分においてですね、これは高齢者世帯の平均貯蓄額のこの活用の実態、それを表したものに過ぎない、公的年金の問題をですね、指摘